東名高速その静岡県部分の西部を担当する浜松分駐隊。なんと高速道路を原付バイクが走っているという、一体どういうことなのか。東名高速を原付バイクが走っているとの通報で駆けつけた静岡県警高速隊。浜松サービスエリアのガソリンスタンドで給油中のそのバイクに乗っていたのは、なんと77歳になるおばあちゃんだった。道に迷って高速とは知らず侵入してしまったものらしい。とりあえず高速から降ろし、おばあちゃんが分かる場所まで送ることにする。ホンダのこちら側で分かる？分かるよ。ホンダまで行けば分かる。この通り、ここは全然違う、ここは全然違う。ホンダ技研のね、工場の前まで行けば帰れる。帰れる。帰れる。じゃあホンダ技研の前まで送ってくよ。よいしょ。足元もおぼつかないおばあちゃん、よく無事に高速を走っていたものだ。よかったね。だけど車引かれなくて怖かったでしょ。ねえ、トラックばっか走ってるじゃん。こんなとこあんまり走ったことないじゃない。バレて始めてだよ。バレて始めてだよ。この時を夢見てた。結局自宅まで送ることに。あんまりよく知らないから近く来たら教えてね。はい。返事はしっかりしているのだが、散々迷った挙句ようやく到着。家の人も不在で、結局全て面倒を見るしかなかった。おばちゃん手持ってる。転びそうで怖くて。あ、ここ入る。ここ。あと大丈夫だね。はい。はい、じゃあ。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、パタラです。今回はソロの高速複製というわけで、オープニングがかなり力入っていたんですけれども、今できる高速の複製をもう一度おさらいしていきます。現在できるのは自由照準などにして、まずスタンダード一人称2の操作設定にします。そして自分と照準の違う人を探します。例えばPPTR Inc. という、ね、アカウント、パワテラがずっと放置帳簿やってるんですけど、これとフレンドの人はね、アシストの照準から使ってこの PPTR Inc. が自由照準にいますので、これをねワープに利用することができます。これはね年末年始も続けていこうと思います。なので、この冬休み期間中は多分できます。ではこのまま参加をします。そして警告画面出て丸、注意画面が出たら×、注意画面が出るということは自分と照準が違うということなので、必ずグリッチをやるときはね、招待限定セッションから開始してください。そして地下基地に入ります。自分の機動作戦センター、区画3個人車両保管庫の中にエレジーレトロカスタムやイッシーレトロカスタムといった売却に適した車両を入れておきます。カスタムナンバープレートはいらないです。この車両を地下基地に乗り出してください。地下基地に乗り出したら真正面のところにぶつかる感じで止めます。三角で降りて、ジョブからロックスターゲーム作成、パラシューティング、摩天楼などのジョブを開きます。これは自分のアーケードの近くのジョブトリガーを使うため、他の、アーケードの場合は違うものを使ってください。例えばエクリプス前だったら、ババテラが作ったジョブ、もしくは自分で作ったジョブの、ロビーを開きます。そしてロビーに行くぐらいで、また PS ボタン素早く2回押して、自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティの人に参加。警告画面を丸、注意画面が×、これでワープすることができます。
もしもね、違うアーケードを使っている人はね、説明欄から違うね、やり方っていうのをね、よく確認してください。ではこのままアーケードに入っていきます。そしてこれからアーケードの中で、このね、ジュークボックスっていうのを使うんですけれども、所持金といって画面の右上にお金がね、2列で出ます。今緑色になっているところがおそらく所持金なんですけれども、ここがね、0になっているとジュークボックス使えませんので、必ずね、自販機とかジュークボックスが使えるように所持金を持っている状態にしてください。銀行からね、引き出すのが分かんない人は AI などを倒して20ドルとか拾ってください。そしてアーケードに入ったら、この地下の入り口のところをね、必ず先に開けます。そしてジュークボックスの前で右十字キーを押した時に、必ず所持金があればこのように選択画面出ます。黒くなっているところがすでに選択されている音楽なので、これを×で閉じて PS ボタン素早く2回押して、自分と違う照準のフレンドさんやコミュニティに参加、警告丸注意×、そして右十字キーを押してジュークボックスを開始します。黒い枠のところにね、カーソルを合わせたままオプションのオンライン犯罪事業スターターパックを開いて、次にジョブプレイ、ロックスターゲーム作成ミッション、タイタンジョブを開こうとすると、このように利用なれませんとなってフリーズするので、オプションオンラインシャークマネーカード購入画面出します。完全に出し切ったら、ここから×を3回押します。そして左のスティックと R1 ボタンですね、スタンダード1人称2に設定している人は R1 ボタンで走ることができます。丸とか×は絶対に押さないでください。このままカーソルがバグった状態のまま、今度はね、複製の犠牲車両となるエレジー RH8 に乗り込んでください。乗り込むときにね、必ず左のカーソルが白いところに合っているようにしてください。左のスティックで動かすことができます。必ず白いところに合わせて、ここで丸を1回、 R2 を長押しずーっと押します。そうするとアーケードの外に歩いた状態で出れば成功となります。必ずね、 R2 長押しとくとこのように出ます。そしてタッチパッド長押しの表示オプションからジョブをカスタムで表示にすると、マップ上にジョブトリガーというのが出ます。これはね、外でやらないとこのようになりません。そして地下基地の近くのね、自分の地下基地の近くのジョブを四角丸で開始したりします。自分で作ったジョブトリガーがある場合はこのように四角丸で開始できます。そしてジョブのロビーに行ったら、また PS ボタン素早く2回押して、自分と違う照準のフレンドやコミュニティに参加、警告丸注意×、これで地下基地にワープしていきます。ではこのまま地下基地に入ります。照準違いのワープができない人、またフレンドやコミュニティが探せない人は、個人車両を呼ばなければ大丈夫なので、全部ね、 CEO バザードで移動することも可能です。これで代用もできます。地下基地に入ったら、複製しようとした車両がここにありますので、必ずね、これないっていう人は多分公開セッションとかでやってると思うので、必ず招待限定セッションでやってください。そして車両に乗り込むと、エレジー RH8 の犠牲車両のナンバーが映ります。そしてこれを機動作戦センターの中に右十字キー丸で保存、これで1台複製完了です。連続でやる場合は動画の最初に戻り、繰り返すだけですね。アーケードのところのレスターのね、地下に入るところだけは開きっぱなしになってるので、そこは省けます。まあ、分かんないところね、分かんない点あったら説明欄からよく確認してみてください。こんな感じでね、今でもできます。お金稼ぎ、冬休みにやっといてください。